どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、一日中カールを持続させる方法について紹介していきたいと思います。はい、ということで、今日使う道具はこちらのホットカーラー、あとはヘアスプレー、この2点になります。で、大体皆さんこうスタイリングされるときにやっぱコテ使われる方って結構多いかなと思うんですけど、意外と、カールを長持ちさせる方法はホットカーラーの方が意外と持ちます。今日は本当に持続させる方法をちょっとやっていきたいと思いますので、詳しいねホットカーラーの巻き方については前回のこちらの動画を見て、参考にしてもらえたらなと思います。で、この方法は本当にね、マスターすると結構ね、1日持つ方法になりますので、いつもカールが取れやすい方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということでやっていきます。で、まず、だいたいね、こうカールが欲しいところ、ボリュームが欲しいところを取り分けて、で、通常だったらこの状態でホットカーラーを巻いていくんですけど、今回の、僕らがやってる、裏テクは、このヘアスプレーをこの髪の毛にダイレクトにつけちゃいます。もう巻く前にベースとしてつけてあげる。で、この時にこのスプレーを近いところでこうつけてしまうと結構ね、濡れてしまう可能性があるので、で、その濡れてる状態だとちょっとね、カーラーがベタベタになってしまう可能性があるので、なるべくね、少しちょっと離した状態からスプレーをつけて、まんべんなくね、なんかこう手で触った感じ、スプレーがついてるなーっていう感覚になれば OK なので、ちょっと、遠目からつけるようにしてみてください。で、この後にホットカーラーを巻いていきます。で、巻いていくときに、こうね、大体ね、結構皆さんホットカーラーって巻きつけるのが難しいって言われる方が多いので、まずは、この中間あたりぐらいから、巻きつけます。で、中間あたりぐらいから巻きつけて、毛先をね、こうぐるぐるっと巻きつけた状態。で、この状態で巻き込んでいきます。そうするとね、結構綺麗に巻き込めるので、なるべくそういう風にしてあげて、クリップで留めていく。たったこれだけです。はい、ということで、こんな感じでやってみました。で、今回のポイントなんですけど、こうスプレーをつけるときにこうこんな感じでこう濡れてしまう、近くでやってしまうと濡れてしまうんですね。で、こうやっちゃうと結構ね、ダメージの原因になりやすいので、なるべくちょっとね、遠目から離してまんべんなくスプレーがつくように、皆さんちょっとやってみてください。それだけでもね、カールの持ちがだいぶ変わってきます。あとは、巻きつけ方、カーラーので、今回ね、中間ぐらいからこう巻きつけて、毛先を後でこう巻きつけるような状態にやったんですけど、カーラーがね、うまくいつも巻けない方っていうのは、このやり方が一番ベストです。で、もちろんね、毛先の方からうまいことね、くるくるくるっと巻きつけれる方は、そういう風にやってもらったらいいかなと思うんですけど、いつもうまくいかない方は、このような感じでやってみてください。で、今回の方法っていうのは、ホットカーラーのやり方になります。このやり方で、例えばコテだったりとかストレートアイロンやってしまうと、すごくダメージの原因になります。なぜかというと、ちょっと温度の設定がちょっと違うので、コテとかアイロンっていうのはもう100度以上絶対に出てしまうんですけど、このホットカーラーとかやったら大体80とか90ぐらいの設定温度になるので、まだ、比較的ダメージが出にくい方法になってます。なので、やるなら、この方法をやるなら、ホットカーラーで、ぜひやってみてください。で、覚えとくだけでもね、結構ね、使える方法になるので、例えばですけど、結婚式だったりとか、今日はね、今日一日カールを絶対持たしたいっていう日あるじゃないですか。そういう時に、使える方法になるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。
この動画が良かったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。